生砂糖をたっぷりかけます。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は旅猫ちゃん提案レシピ第3弾です。生砂糖でお餅を食べます。材料です。牛乳、バニラオイル、ミント、ピザ用チーズ、お餅、生砂糖です。お餅です。お餅を4つに切ります。小さく切ったお餅をトースターで焼きます。お餅が焼けました。それでは器に入れていきます。牛乳にバニラオイルを入れます。お餅の器に注ぎます。ピザ用のチーズです。生砂糖をたっぷりかけます。生砂糖をたくさん入れて600ワットの電子レンジで約1分加熱します。1分加熱しました。ブクブクしていてとっても美味しそうです。ちょっとミントを添えます。赤いものがあった方がいいかなと思うので、これはデザート用のスイーツトマトです。オレンジピールです。最後に松の実、パラパラ、食感がいいですね。最後に添えましたドライトマト、松の実、オレンジピール、ミントはおまけです。おまけで入れた松の実が生砂糖ととてもよく合っています。美味しさを感じる5色の色、白いお餅、赤い製菓用のドライトマト、黄色ではないけれど橙色のオレンジピール、それからミントのグリーン、そしてぐっと料理を引き締めてくれる黒の薬味を生砂糖が果たしてくれています。生砂糖の場合はバーナーで焼いたりしなくても黒い色の役目を果たしてくれます。とても美味しそうな演出をしてくれます。日本風の美味しいお餅のスイーツができました。どうぞ皆さんもお試しになってみてください。生砂糖のお店さんの URL を説明欄に貼っておきます。こんなレシピも作ってみてねというアイデアをお持ちの方、どうぞコメントをください。お待ちしています。最後までご覧いただいて嬉しいです。どうぞ皆さんも素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。